いやあ、前回のパートがダメ取りでやっていくよ、刹那圭介だよ。よっしゃー、アジトに潜入、進め進め。一本道やな。お、まだ敵か。こんな時に来るよー。これはもしかして中ボスかな。中ボスっぽい出てきたな。わーす、なんて読むかもわからんのですけど。しかしシーサー見てダメージ受けてる。相手栄翔してくるかもしれんけど、とりあえずここはダブルショットで攻めろ。ナイス。シーサーは回復をやっておいた方がいいでしょう。リフレッシュ。おーし。あー、これ強そうな。沈黙じゃね、孤独に押し潰されそうになった。これはまずいか。回復しといた方がいいのか。ユスカリオテと汗カロイテか。なんて読むこれ。宝領かな。宝領ってだって剣用かな。これは孤独攻撃でいきます。ガーちゃん弱点じゃない。孤独じゃない。憂鬱、憂鬱属性に効く不安攻撃。あー、これでもない。じゃあ不安属性に効く剣を、剣をだった、剣をで攻撃すればいいのね。オッケー。ということで剣をあれでバーストか。使えんのかい。ああ、そうか、孤独に押し潰された剣、こっちの方が使えんわけね。それはつらい。あ、間違えた。あれ、剣はじゃない、間違えた、間違えねえし。手堅く心回復させとくか。ラベンダーソー使わなあかんとはな。あ、待てよ、これ先にあれか、陣痛剤で孤独のステートを消しといた方がいいか。そうしたらシーサーが特技の方で HP 回復できるんで、そっちの方がいいでしょう。炎症してきよったかな。まあ、いいや、孤独で攻撃リフレッシュ。イエーイ。 AP 減らされた。 AP 結構使えるのに。センシブル、こいつ確か今炎症始めたけんね、ちょ妨害ですよ。でもって剣を、もしかしてこの2つ出てきたんで、こいつと戦うこと前提なのかな。だとしたらもうこっちはこっちに効くって今分かったけど、ネージの方こっちに効くんちゃうかなって。とりあえずこっち攻撃する。あ、栄翔攻撃だった。ちょっとラグが、それでもなんか展開早いね。ダブルショット、剣を、剣をついた。いやー、 HP の減り方がすごいぜ。あ、状態異常回復するやつ、コクロの方だったな。まあいいや、剣をで攻撃して、リフレッシュの分のやつも残しとかなあかんのが厳しいところ。自分回復。ああ危な、危な、もうちょいダメージが大きかった。回復どころじゃなかったな。よいしょ。いやあ、ダメージでかっ。ダメでかない。回復間に合うんか、これ。間に合う、間に合った。おっ、そしい剣をで攻撃。いやー、ダメでかない左のやつ。あー、死ぬ、死にかけ。危な、瀬戸内際で生き残ったな。おっ、そしいっちゃ、あ、死ない。あー、今度は回復役の方。あ、シーサー死ぬよこれ。あ、いけた。うん、良すぎだろう、運良すぎだろお前ら。あー、シーサーが倒れた。大丈夫だこれ。蘇生アイテムがあったな。あったあった、女神の薬草。でそんでリフレッシュで自分を回復か。いやー、攻撃力高すぎるんじゃ。攻撃力高すぎるんじゃ。これはここに来て資源を薬草2つも使うか。
孤独ステートがついた。孤独ついたらあかんで、これ自分回復できるパターンだね。これであれ使えんねん。こういう時に限ってこっちで回復させなあかんな。ダメじゃんこれ。一人で戦うわ、もう一人で戦うわ。ひー強いな。片方だけでも倒せればのパターンなんですけど、無理です。あダメこりゃ強いな。もう一回挑んでみようじゃない。さあで今度こそは左のやつの方が攻撃力高いような気がするけど、とりあえず左から先制攻撃されるのが辛いね、これ。もうこれが弱点ってことが分かったんで、もうこいつでポンポンいく。で、センシブルで右のやつ邪魔する。こいつの攻撃力高いよな。大丈夫かいい。センシブル、今のうちに右打っとってもしょうがないんだろ。多分。あ、間違えた。左のやつに、ここで影響を始めて、左のやつが攻撃力高い攻撃をぶつけてくると剣をね攻撃、影響攻撃、ああ影響の方が早かったこいつ、向こうの影響の方が早かった、それは辛いな。邪魔したいんやけど先にこっちを攻撃してしまうんよな、発動してしまったな。ここはリフレッシュの方が、あーここで一生始めるん、おっしゃ一生始める方が一生邪魔できるわ、これタイミング的に。よいしょ。でもって天使ブル取っておいて剣をねこっち攻撃、あーバーストでこっち左に足倒したらなんとかなるんじゃないかなっていう感覚はするんやけどね、ダメージがでかいです。影響開始、右のやつは影響、強ない、ほんと強ない、ちなみにやること耐えてくれよ。でリフレッシュでとりあえずなんとか自分回復してくれればなんとかなるんやけど、どうなんだろう、スピード速なった、速なったらまずいよこいつの場合、痛い、連続攻撃しすぎだろお前ら。高くなる上はとりあえずこいつは早く倒さんかったらあかんところなんですが、こっちとしてはバーストファイヤー、連続攻撃がすごいぜ。へー、そろそろ回復したかな。リフレッシュで自分か。よし、回復間に合った。けど今度は心がやばい。ひーやば、ほんとやべ、やべ、これは回復アイテムで回復しといた方がいいパターンな気がするな。自分を回復。で、これで特技で。シーサーで自分回復させたもん。あーう。なんだか耐えとる。なんだか耐えとる。あー、この一撃がでかい。この一撃が。リフレッシュで手堅く回復の方に入っとくか。あーう。あおう。やばいね、これ。この一撃がでかいんだな。今センシブル、今相手が演習始めたんで、センシブルで邪魔しとくと、ダメージ操作は潰さない、どうにかして。んでここは剣をで、とりあえず左を早めに潰さんかったらちょっとこっちは厳しいよ。バーストファイヤー、硬い、よいしょ、そうすらまずいな。
自分回復。あー間に合わん、間に合わんかった。たまにいい行動してくるんだ敵が。あえリフレッシュ、リフレッシュなんか有効だったんだ。起き上がってからすぐに回復した。センシブルで邪魔しといた方がいいかなこれで。その間にリフレッシュで回復できればいいんやけど。よし回復できた。展開としては悪くないっちゃ悪くないんか。剣を攻撃、硬いわ、依然として硬いわ。バースト、今よフィードがどんだけあるとか見えんかね。よいし、ほら倒した、よし、ようやく片方倒したわ。右のやつ何属性、あ憂鬱属性か。あか憂鬱属性に効くやつじゃないんやな、これは。とりあえずレイでブエーブ。遅れながらブエーブ。ダメージ微妙。あちょっと回復した、なんか知らんけど、なんでかは知らんけどちょっと回復した。今のブエーブが効いたな。レイの憂鬱攻撃だったな。ビームの方がちょっとダメージがでかい。レイの方が HP はまだいける。こいつは攻撃力どっちかって言うたら低い方やけん、ご利用してなんとかなるでしょう。ちょっとダメージ稼ぎたいんでレイを使おう。ウェイス、どんどんレイを使え。おっとっと、邪魔できるもんは邪魔しとけ。よっしょ、あとはご利用しのみ。これは勝てるぞ。相手のダメージが少ないけどね。魔法攻撃で大ダメージ食らうのを左右すればもうこっちはいけるぞ。憂鬱属性ついた何かは覚えてないけど、センシブルだったな。はい、あー当たってない、ミスっちまったー。耐えろ。あー言うほどダメージなかったやつだよ。だ孤独がついたんか。まあ手堅く使っておきましょう。心はいいや、そのまま殴っとこう。憂鬱、あー倒したわ。今の陣痛剤いったんかな。結果論的にはいらんかったな。死神の薬草ゲット、ラベンダー草ゲット、アイテム結構重要になってきたな。もう逃げ場ないぜ、おとなしく観念するんだな。はいはい、悪役らしい手が多分ね。それ言っておけばビビるとでも思ってるのかしら。なんだと、シウサさん、私のことはいいですから早く逃げてください。大丈夫よ心、落ち着いて、私が合図したら目と耳を塞いで。大丈夫、私を信じて。てめえら何をブツブツ言ってやがる。別にここから出た後の夕ご飯について話し合ってるだけだよ。今日はいい鶏肉が入ってから、ちょっと豪華なお食事にしようかなね。私二人にビビっているチキさん、てめえぶっ殺しやる。心、今よ。シュースさん、これは？ちょっとした昔の失敗作だよ。心のエネルギーを打ち出す大砲みたいな。心のエネルギー、エネルギーを打ち出すなんて、それこそすごい発明なんじゃ。兵器的な価値には興味ないよ。私が目指すのはあくまで。クソ、てめえらぶっ殺してやる。シーサさん、わあ、うわあ、シーサさん、どうして。シーサさん無事ですね、よかった。ご
心、離せこいつ、ぐわー、心、心、目を開けてお願い、うわー、心、よかった、今すぐ町に連れて行くから。シーサーさん、怪我はないですか？うん、心が助けてくれたから、私は大丈夫だから、今は喋らないで。そうですか、よかった。シーサーさん、これを、これ髪飾り？なんで急に。何言ってるんですか、明日はシーサーさんの誕生日でしょう。本当に自分のことには無頓着なんですから。心、でも渡せてよかったです。シーサさんの綺麗な銀髪によく似合う色ですよ。心、死なないでよ。心、心、え、心、うああ、嘘、心死んだ。そう、そうだったんです。すべて思い出しました。私はあの時死んだんです。え、違う、違うよ。どうして忘れていたんでしょう、こんな悲しい出来事を。そうじゃない、そうじゃないよシーザさん。だって心はここにいるじゃない。今やここにいる心は死んでなんかいない、生きているんだよ。私はこの日のことは覚えていないけれど、次の日からの記憶はあるよ。心と一緒に遊んだり、心と一緒に寝たり、心と一緒にご飯を食べたり、そんな記憶が私にはあるよ。なのに、なのになんで、どうしてこの出来事は嘘だと言えないの。そうですね、失った記憶を取り戻してましたが、私にはこの日以降の記憶はありません。この日確かに私が死んだのだから、それも当然と言えるのかもしれませんが、私のシーサさんの記憶に眉唾が見られるのは、って読む、何で読むこれ、矛盾的な意味かな、が見られるのはまだ何かが。そう、すべてはこの日から始まったんだ。誰やねん、お前久しぶりだな。全然アイテム買いに行かんかったけん全然見てないよ。パート2ぐらい出てきたんかな。愛しい友のために送ったプレゼントが彼女に死をもたらし、愛しい友のためにかばったその絆が彼女に孤独をもたらした。どちらが悪いわけではない、ただお互いがお互いのことを思っていただけ。それなのに残酷な運命は君たちを永遠の別れに誘ったんだよ。セラさん、どうしてセラがここに。どうして、それはもう気づいているんじゃないのかな。心が死してなお生きている理由、シーサが真実とは異なる記憶を持つ理由、それら全てに関わっているのが僕だっていうことに、僕だっていうその事実に。どうしてあなたがそんなことを。そうだね、僕は心の管理人だから、この終わりのない夢を管理するのが僕の大事な大事なお仕事なんだよ。一つだけ言えるところをするならば、君たちは望まれているということだ。心の死も小さな孤独もセーラはなかったことにされる。この偽りだらけの世界が、この悲しみだらけの世界が、ただただ全てから目をそらすためだけに望まれているんだよ。悲しいよね、セーラさん。全てを知りたいなら僕が誘ってあげよう。お、これはラストミッションの予感。あの記憶の先で僕は待っている。すべての悲しみを受け止める覚悟ができたら僕の元へ来るといいよ。待っているよ、シーザさん。
そうだね。知らなくちゃいけないよね。この時間の真実を、私たちの記憶の真実を、贈り物の記憶。そんなわけで、こんな二人にこんな悲しい過去があったということでした。心はもう死んでいたのでした。しかし C さんはなぜかそれ以降の記憶があった。これは心の世界が生んだお二人に対しての慈悲なのかもしれない。タイミングが悪く出てくるな、お前ら。回復しに行きょんじゃ、あとセーブしに行きょんじゃ、逃げたわ、こら。二人に対しての慈悲なのかもしれません、この世界の。セーブ。というわけで、今回はこの辺で終わりとさせていただきます。次のパートは、この二人の上、真実を見に行くことになります。どんなに辛い真実でも、目をそらさずに最後まで見届けてください、視聴者の方々。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。